こんにちは。今日は以前からとってもやりたかったツイスビー GO を洗う動画をやります。ツイスビー GO じゃなくてずっとこのガラスにピントが合ってる。これがちょっとそろそろまだちょっとインクあるんですけど、インクがなくなってきたのと入れたインクがあるので、これを洗っていきます。ツイスビー GO はすっごくインクを変えるのが楽なんですが、中を洗ったりするのは楽なんですが、それをこれで伝わったらいいなと思います。ではやります。まず、この中にこうまだもう書けないぐらいになってる時はいいんですけど、一応、まだインクが入ってる時は開けてからですね。で、こうやって包んで、これで押して出しちゃいます。これで何回かやるとインクが空になります。で、まあこれが概ね空になったところなんですが、これを洗っていきます。まずは普段はこれ水道でこうジャーってやっちゃってますね。これでわーって、まずこのポンプのところを押したりしないでわーってやって、で謎の力で水がきれいになったので、もう一回こう洗っていきます。今度はこのポンプのところをプシュプシュってやると、ちょっとどうやったら映りやすいかなと思ってた中にすごい水が出ちゃったんですけど、これでここのバネのところを動かしていくと、ここに中にまだこのインクがちょっと残ってるんですが、これがこういう感じでですね、きれいになって、でこれ片手で持っちゃってる場合はこうやって何回かやります。で、1回、今このプシュプシュを5回か10回ぐらいするとこんな感じで、水新しくしてきて、でもう1回こうやると、これ片手で持ってこうやった方がちなみにやりやすいんですけど、そうするとここ見えなくなっちゃうんですよね。でもね、これもほとんどこれで透明なんですよ。だからこれはもうあと水を変えてもう1回かもう1回ぐらいやれば、結構ね、めんどくさがり屋なので、もう1回ぐらいやったらもう次のインクを入れちゃうことが多いです。で、真似のためにもう一回やってみますが、これもここの水全然こうやってても透明な水が行き来するだけなので、これであとは中を乾かしちゃえば次のインクが入れられます。だから夜寝る前に20秒ぐらいでさささってやって、翌朝になったらもう割と乾いてるって感じですね。しかもこれね、結構勢いが良くて水が飛ぶんですよ。こうシュッシュッってやると、こうやって水が飛ぶから、これシュッってなってるの分かるかな、水が結構飛ぶので、これ中のね、水も抜けやすくて一晩とかでも乾きます、この中身が。という感じで中の掃除があっという間に終わりますという動画でした。今ね、ツイスビー GO めちゃくちゃハマってるので、よかったら気になる人とかはお店とかネットとかで見てみてください。まだね、店頭でツイスビー GO のこのクリア透明のやつは、この辺がね、スモークとかが以前から発売になったんだけど、最近クリアが発売になって、でまだ店頭で見たのはこの間ナンバで化学万年筆で見ただけなんですけど、すごいハマってるので、よかったら試し書きしてみるとか、いろいろしてみてください。それでは、またねー。